こんにちは、松崎です。精神診療プラチナマニュアルの松崎朝樹です。でこのプラチナマニュアル、今回は関係ないです。心理学の話、社会的比較、これ社会心理の話ですね。私専門家ではないんだけども、ちょっと精神学的なことを学んでる中で出てきたので、あ、これ教養として知っといた方がいいなと思って今回動画にいたしました。専門家ではないけども、公認心理師の試験とかにまあまあ出なさそうだけど、でもよかったらお付き合いください。というわけで、本格的な精神学とは関係がないけど、まあやりましょうか。本格的な精神学を分かりやすく解説いたしましょう。社会的比較というもの、これフェスティンガーっていう先生が言い出したことで、1950年代。フェスティンガーって心理学詳しい人だと、認知的不協和の理論を提唱した先生として有名なんじゃないでしょうか。自分ってどうなのっていうのが気になるのが人間で、判断基準というのはどう考えたらいいのか。これ絶対的な基準というのは、例えば人為的に作られたもので言えば、TOEIC 何点を取っただとか、柔道何段とか、そういうやつですよね。ただ絶対的な基準なんだけど、じゃあ TOEIC 何点がどのくらいすごいのとか気になりません？柔道何段ってどのくらい強いの？日本にどのくらいいるもんなの？みたいな気になりません？結局相対的な基準も欲しくなってくる。社会的比較で相対的に調べながら、比較しながら自己を評価するというのが人間の習性なわけです。例えば不安があるとき、類似した他者との親和を求める。人と同じだと安心ってありますよね。下方比較、人間不安なとき、落ち込んでるようなときには下方比較で自尊心が保たれる。自尊心が傷ついているような時に行われがち。ただこれは上を目指すための考え方ではないですよね。でも必要な時には必要かもしれません。シャーデンフロイデなんていうのがドイツ語にはございまして、その人の不幸を喜ぶなんていうことがどうしてもある。人が失敗してるのを見て笑うっていうのはコメディでもよくあるもの。これも下方比較が関わってるなんて言われてます。自己の比較過程では情報比較っていうのもある。ああ、あいつに比べて俺はなんかダメだって自尊心が低下しうるということには注意しなければいけません。ただ、自己の比較過程で情報比較で向上心、自己高揚を得て、あいつも頑張ってんだし、俺も頑張ろうみたいに向上心が高まりうる。こういういい面を情報比較で活用していきたいものです。特に能力が高い人ほどこれが起こりやすい。自己関連性が乏しい分野、例えば私であれば、野球なんて全くやったことがないです。なので野球の能力を人と比べようとかあんま思わないわけですよ。となってくると比較過程ではなく反映過程が活性化される。すなわち自己の反映過程では親密な人との情報比較で自尊心が高まる。僕は野球苦手だけど、でも友達のあいつは野球上手いらしいぜみたいので、ちょっとなんかね、僕には野球上手い知り合いがいるみたいな気持ちになりますよね。社会的比較の中にいろんな理論がいろいろ研究されていて、例えば胃の中の蛙効果、ビッグフィッシュリトルポンドエフェクト。実はね、ビッグフィッシュリトルポンドを日本語訳したのが胃の中の蛙ではなく、日本には胃の中の蛙という言葉があるらしいをビッグフィッシュリトルポンドエフェクトに落とし込んだらしいですね。例えば所属する学校やクラスの学業水準が低いと相対的に自分の成績が上がる、高いことになる。そうすると学業的自己概念が上がる。偏差値が低い学校の中の上位は自分は勉強ができる方だって思いやすい。その逆もあって、進学校、有名進学校の中の下の方の人たちは自分はあんま勉強ができないんだっていう気持ちになりやすい。わかりますよね。栄光欲効果、所属する学校クラスの学業水準が高いと学業的自己概念も上がる。すなわちさっきとちょっと逆の心理も働くもので、学校の中の順位は低いにしろ、でも僕の学校は勉強ができることで有名だという気持ちになると、ちょっとプライドは高くなる。社会的比較は類似した人と行われます。同じ分野、同じ学校、同じ性別、同じ地域、同じ努力の量、同じ価値観、同じなんとか、まあそういったもの。
似た内容が多い人とより比較しやすいというもの。私が心臓外科医と精神科医として比較しようとはあまり思わないわけですよ。やっぱり精神科医と精神科医の方がよりなんかこう比較したくなる。わかりますよね。野球部の部員とサッカー部の部員が直接なんかこう能力を比較しようとはあまり思わない。いや、運動部同士ならわかるけども、吹奏楽部の人と野球部の人が比較しようとはあまり思わない。当たり前にありますよね。さらに今このイラストでも書いてるように、めちゃくちゃ能力高い人と自分を比較しようとはあまり思わない。欧米って個人個人の価値観でも何でも差が多い。しかし日本は結構均一な集団なもので、より社会的比較が生じやすいなんていうふうに言われています。社会的比較についてお話ししました。私にとっては不慣れな分野、少しでもあーって思ってもらえたら、特にすごく新しいことを知ったっていう気にはならないと思います。しかし、あ、それってそういうんだみたいのを感じたんじゃないでしょうか。というわけで、このチャンネル少しでも面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録お願いいたします。な感じかな。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave a knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.